皆さんこんにちは、荻上式です。今日はゴールドウォータールールというものについて話してみたいと思います。皆さんゴールドウォータールールというものを聞いたことはありますか？例えば、具体的な事件の報道、あるいは著名人に関する報道、そうした報道を行う際に、精神科医であるとか、あるいはその心理師のような、人の心のプロフェッショナルのような方がテレビに出て、あの人は何々病ですねとか、あの人はこうした性格の気質がありますね、というような、そうした診断というものをしてはならないというようなことを定めたアメリカの心理学会でのルールなんです。なぜこのようなルールができたのか、そのルールには背景があります。自分が昔書いた記事を朗読してみたいと思います。アメリカ精神医学会が設けているゴールドウォータールールと呼ばれる規定だ。そこには、当人に対して実際に診察を行い、かつ情報公開に対して適切な認可を与えられていない限り、精神科医が専門家として意見を提供することは非倫理的であると書かれている。このルールができた背景は半世紀以上前に遡る。1964年の大統領選挙の際、アメリカの雑誌ファクトが共和党候補者であるバリー・ゴールドウォーターの適性に疑問を投げかけた。ゴールドウォーターは差別的な言動を繰り返し、核兵器の使用をほのめかす過激な人物として注目されていた。問題はその記事の手法だった。ファクトは多数の精神医学者にアンケートを取った上で、回答者の半数近くがゴールドウォーター候補が大統領としての適性を欠く精神状態であると判断したと紹介。また集まった回答の一部の記述を抜粋し、パラノイア、拷問器人格、危険な異常者といったコメントを掲載したんだ。というような、そうしたような背景があるんですね。このような記事を掲載したファクトは、その後、訴訟の対象となって、多額の賠償金というものを払わなくてはいけなくなりました。で、このようなその事件があって、アメリカのその精神医学会の中で、どのようなあり方がいいのかということが議論されました。そうした結果、実際の人物に対して、本人の同意なく分析を行い、それをメディアで発信をするようなことは控えなくてはならない、ということが定められたんですね。これはいろいろな観点から問題があった報道だというふうに言うことができるでしょう。一つは相手に対してまずは侮辱的であると。本人の人格権であるとか、本人の様々な人道的な権利というものを侵害しているということがあります。もう一つは精神医学などに対する誤解や偏見を招いてしまうということです。実際に会っていない人間であったとしても分析し、診断し、その人のことがその人以上に分かってしまうのだ。精神医学に関わるものはそうしたプロフェッショナルなのだという非現実的なイメージというものを植え付けてしまうことにもなります。三つ目には、こうしたような分析を繰り返すことなどによって、精神疾患、精神病などの当事者に対する偏見や誤解というものも拡散してしまうということがあるんですね。なのでこのゴールドウォータールールというものは、やっぱり著名の方がテレビでいろいろな問題発言をしていたとして、その言動や行動について批判するだけではなく、何か精神疾患などに紐付けて分析するかのような身振りはやめた方がいいというような形で非常に警鐘を鳴らしたわけです。ただこのゴールドウォータールールにはいろいろな議論の変遷というものがその後ありました。大きなきっかけとなった一つはトランプ大統領の誕生です。明らかにトランプ大統領は大統領としての資質がない。にもかかわらず、その問題点に気づけるはずの精神医学者などがあらかじめ警鐘を鳴らすことまで妨げられてしまうのか、こういったような問題提起というものが繰り返しなされたわけですよね。明らかになっている情報でも、例えば一定の心理的傾向、性格的な傾向というものを分かることがあったりする。もし専門家の方がある程度の知見を持っているにもかかわらず、それを社会に還元できないとするならば、その方が倫理に反するのではないかというような、そうした問いかけがなされたわけですね。で、実際、トランプ大統領の人を精神科医などが遠隔でどこまで分析できるのか、ここには多くの疑義は残ったままです。一方で、ゴールドウォータールールという半世紀ほど前に作られたルールがそのまま適用され続けていいのかという問いが残っているということ自体はとても重要。なぜならば、これは職業倫理はどこに位置づけられるのか、情報の透明性なのか、あるいは趣旨義務なのか、あるいは偏見を与えない方向に行くのか、それとも偏見を撒き散らしている人物に対する警鐘に使う際にも、そのような知見の活用というものは妨げられるのか、いろいろなその観点から議論することができるんですね。でもこういった議論は日本でもいろいろと当てはまることがあります。日本では今、精神科医の方がメディア上で他人を分析するということは、それなりに抑制されているというふうに思います。でも、
心理師を名乗る人がそれを行うということはしばしば見かけます。他方で、こういった精神医学のプロでない方が、例えば様々なコメントを行う。メディア上で例えばコメンテーターとして仕事をしている人たちが、精神医学の分野のプロフェッショナルでないにもかかわらず、いろいろな精神医学的なコメントを行うということはよくよくあるんですね。その代表的な一つは、例えば薬物依存の問題。この薬物依存というのは、れっきとした、脳の問題であると同時に、精神や心理の問題として語ることが必要なわけです。しかしながら、多くのコメンテーターは、反省が足りないであるとか、心が弱かったというような、心の問題を、あたかも当事者以上に、あるいは、プロフェッショナル以上にわかるかのようなコメントを広げていくわけですね。プロフェッショナルの人たちは、職業倫理があるから、メディアで簡単に他人を診断しないというふうに自重している。一方で、そうした職業倫理を持たず、また、職業的な技法を持たない人が、そのようなコメントというものを繰り返すことで、薬物依存の方などに対する偏見というものを助長するということがあったりする。そうすると、このようなゴールドウォータールールというものは、プロフェッショナルだけに適用していいのか、それ以外の報道のあり方について疑問を投げかけることもまた必要なのではないか。こうした議論も可能になるわけです。こういったような観点からメディアの動向を追いかけていくためにも、どのような理論的な歴史の変遷があったのか、どういったディスカッションがかつての事件に対して行われたのか、そうしたことを知っておくことはとても有用だと思います。これからもいろいろな他人の心に対して踏み込むような報道が繰り返されると思いますが、その報道のあり方が一体何を生むのか、そうしたことに着目をするためにも、ぜひこのゴールドウォータールールをめぐる論争の経緯などを知っておくといいのかなと思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。